デジマート製品レビュー、今回は、リョーガというブランドのホーネット T3V というギターをご紹介します。このホーネットというモデルなんですけども、まあ、マホガニーボディ、こうよくわからないかもしれないですけど、こう実はトランス系のシースルーなんだけどベタ塗りっぽい塗装されたマホガニーボディに、セットネックスタイルのネックで3対3のヘッドストックで、ピックアップはネック側がシングルで、ブリッジ側がハムバッカーで、よく見るとハムバッカーだけはエスカッションマウントで、ネック側はダイレクトですね。でブリッジは無点シシのトレモノタイプということで、いろいろな要素がとにかく混ざっているんですね。でこれはとにかくライブ派の皆さん、実際にこうギターを演奏する皆さん、ステージ上をこう走り回って汗だくになってわーっとライブをやる皆さんが使いやすいようなデザインと、あとは求めている音をこう全て落とし込んだのがこのギターであるというふうに、ブランドの説明にあるんですけども、まさにですねそのテイストが溢れています。ネックはですね、628ミリのスケールの22フレットということで、少し大きめのフレットが打ってあります。もうこれももうライブ派の基本スペックというか、もうライブやる皆さんはこのスペック鉄板だよねっていうスペックだと思うんですけども、ネックグリップはですね、それほど薄くないんですよね。ちょっと厚みがあって、ガシッとしたグリップなんです。これはもういわゆる王道のセットネックギターの、ネックシェイプだと言えるんじゃないでしょうかね。こういわゆるこうシェイクハンドで握っても、こう指を立てたスタイルにもどちらもハマる感じのネックになっていると思います。そしてボディですね、フラットトップのマホガニーということで、こちらも、鳴り感をとにかく重視しているイメージです。でやっぱりアメリカンギターのスタンダードなスタイルをこう継承してるんですけども、先ほども言いましたネック側はシングルコイルのダイレクトマウントで、ブリッジ側はエスカッションマウントされたハンバッカーピックアップで、これは何を狙ってるのかっていうと、こうネック側で弾いた時にですね、ダイレクトマウントってやっぱり音がとにかく速いんですよね。でボディの鳴りをよく拾うんですけど、遊びがないんですよ。でこれがいわゆるキレのあるネックピックアップの音を生む。で、ブリッジ側のハンバッカーはこれもダイレクトにしちゃうと本当に遊びがなくて、こういわゆるこうブリッジミドルでズン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 って弾いた時にちょっと余裕が欲しいっていう時に、やっぱりエスカッションマウントの方がそのテイストが色濃く出るので、まあ、その辺を狙って作ってるんじゃないかなと思います。でこの両方のピックアップが混ざったミックスの音は結構ね、ミドルがこうキッとなくなった割とジャキジャキっとした音なんですよね。でこれも開放弦を使ってこうコードワークとかに向いていて、結構ね、若い皆さんがよく好むような音楽のジャンルにハマるんじゃないかなというイメージがあります。コントロールは、特徴的な2ボリューム1トーンですね。いわゆるネック側のボリューム、ブリッジ側のボリュームでマスタートーンという形なんで、これでもいわゆるこうネック側を絞ってブリッジ側だけ開けておけば、こうピッチング奏法ができたりとか、なんとなく今求められているこのアッセンブリーの感じも反映されているというふうに言えると思います。
デジマート製品レビュー、今回はリョーガというブランドのホーネット T3V というギターをご紹介しました。いかがでしたでしょうか。こうトラディショナルなギターの作りにこだわらない新しいギターという形で、とてもこだわりが強いギターだと思います。こうボディを実際ストラップで吊った時にどう重心のバランスが来るのかとかいうことがよく考えられていて、やっぱりこの日本人の体の作りに合わせたギター作りみたいなところにもすごくこだわっています。どういうことかというと、昔のギターコピーするとどうしてもその変えちゃいけない部分ってたくさんあるんですけど、むしろそれを一回取っ払っちゃって新しいアイデアで作りましょうと、自分たちが弾きやすい、みんなが弾きやすいギターを作りましょうというので作られているので、このネックセットもですね、こう結構奥に入ってるんですけど、ここが落とし込んであってこう指が入って弾きやすいようになっていたりとかで、ボディトップフラットなんですけど、実は後ろから見るとこういう風にね、全部体に当たるところは全部面取りがされて丸くなっていたりとか、これもやっぱりライブでこうよく使う人のことを考えてデザインされているというふうに言えると思います。で、このリョーガというブランドはですね、一応新しいブランドで、今回のモデルはホーネット T3V というモデルなんですけども、他にもラインナップがあります。いずれのモデルもですね、こう実際にプレイするミュージシャンのことを考えて作っているということで、例えば重量が軽めにできていて、こう女性の皆さんにも優しいギターだったりとかで、いろんなスペックはですね、もう毎回マイナーチェンジしますよっていうことを言ってるんですね。どういうことかというと、その時の音楽の現場に合わせて、手を入れていくよというふうにこうミュージシャンに寄り添う形で楽器を作りたいという表れだと思うんですけども、そういった意味も含めてちょっと要注目のギターブランドと言えるかもしれません。ぜひチェックしてみてください。